そうですね、このままだと威迫をつけて芝くか、うん、そうですね、やっぱりビートダウンもその中盤からの伸びというか粘りがすごいので、うん、ただ初速に特化してると言われてる赤タンですら中盤以降も強いので、うん、まあ、やっぱそれはスタンダードを勝ち抜く上で、メインは結構それだけでも勝てたりするんですけど、その中盤以降弱いとサイドが弱いんですよね。全体軸ですぐ死んだりとか、そうですね、僕昨日モダンで最近話題になってるスカラベの紙入りエスパーコントロール使ったんですけど、普通に 5-0 してこの紙とんでもないなと思いました。モダンでも強い、でも能力ガンガン使います。いやもう単体でまずすごいですね、ゴムラ55で死なないっていうのは、うん、さあ松本さん、今回はライフもあって手札もまあちょっと土地に難はあるんですけど、うん、土地さえ引ければという手札なので、さあリターンしたいですね、まあ、このターンは1回我慢して、うん、次から威迫で、うん、さあ引けるか、うん、引けず、まあ、威迫をつけてアタックだった場合は、相手の墓地のクリーチャー1体釣って2匹で1体止めつつといった展開になりそうですが、さあサイズがこのままだったらパワーが4なので、まあ相手の墓地のクリーチャー1体釣ってスカラベの神を残しつつ、まあただそれでもちょっと土地をそろそろ引き込まないとまずいですね。15で8点通って7なんで、次引けないとかなりゲームオーバーが近づいてしまう、うん、はい、右は A さんです。序盤は綺麗にさばいていったんですけど、やはりリリアの支配をつけず、ちょい破りをゾンビかと、これねどうやってやったら分かりやすいかって昨日のリミテッドのグランプリでも話題になってましたけど、うん、市川さんがすごいいい案を思いついてましたね。あのゾンビの馬がいるんですけど、はい、それを切り抜いて そ、ね、そのゾンビ44に残すと、海外の人もその透明スリーブに書いて全部につければいいやんっていう風に、うん、書いてて、ではなかなか非常に見やすいと国内外で話題になっていたそうですけれども、うん、さあ威迫をつけるか否か、うん、つけそうですね、つけました、これでライフが7となって、うん、さらに背もの巨人も、さあしかしここで引ければ大逆転が見える、うん、X4 だったら多分全滅するはずですね。おお引けたかな、土地に見えました、土地です。さあ1点ゲインして、多分4だと全滅すると思います。さあマイナス4、これで、ロードも死ぬんで、ロードが死んだ後はいつも専門の巨人も44に戻って全滅ですね、うん、さあ一気に大逆転、これはかなり戦況が傾いてきましたね。ギリギリでしたね、もう今引かないと 100% 死んでる場でしたけど、うん、すいません、あと今日はちょっと有利不利ゲージがちょっと使えないみたいなんで、僕の言葉の節々から有利と不利を感じ取っていただければなと。いやしかしゾンビも頑張りますね、まだまだ粘り強いですね本当に。さしかしもうこのままであれば松本選手のリソースがかなり
そうですね、まあ、いつかニコル・ボーラスにたどり着けるとしたらライフも7で、相手千本の巨人は毎ターン止めないといけないんで、うん、もう一個、影山さんのゾンビ軍団のサイズが上がるようなことがあると、あの2マナ1マナ21もパワーが5になってしまうので、さあ松本さんとしてはしばらく土地を引くまでは耐える姿勢、うん、あ、ここで失敗し、さあただスプレーが2枚あるんで、うん、このまま千本の巨人が突っ込んでしまうと、4-4何かしら釣られてブロック、うん、マグマスプレー、マグマスプレーで打ち取られるので、手札に何もないと影山さんはちょっと殴りづらいんですけど、もう殴らないと松本さんもどん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 ゾンビを従えてくるので、うん、さあここはどうでしょうね、やっぱり影山選手アタックしていくしかないといったところなんでしょうか。まあ、そうですね、もう行くも地獄、うん、引くも地獄ですが、まあ、行かざるを得ない感じはしますけど、うん、手札が、まあ、もう何もないとしても待ってたらどうやっても負けてしまうので、うん、さあどこを確認してるんでしょうか。千本の巨人のサイズとかですかね。千本の巨人は、うんうん、あの墓地から釣った時ってちょっと特殊な、挙動になるらしくて、多分この状態ですると 5-5 になるんじゃないかと思います、うんうん、あ、 5-5 というかあれがもっとでかいか、元が 4-4 なんで、うん、7-7。 さあここはアタックせずにターンを返しました影山選手。さあこれで多分プラスカウンターが3つ乗ると思うんで、うん、で1点ルーズも入って、なんか千本の巨人自身を数えるらしい、あの2マナ22の無常な死者で釣った時は千本の巨人自身も数えるんですよ。だから多分これも同じじゃないかなと思うんですが、あ、そうか、すみません、自分の墓地か、あ、そうかそうか、なるほどなるほど、千本の巨人はあれか、本来自分の墓地から出てきて自分の墓地を参照するから、今は松本さんの墓地を参照するんで関係ないと思いますね。失礼しました、あの A さんの墓地から出てきたときは千本の巨人自身も数えるんですけど、今は、影山さんの墓地から出てきて参照するのは A さんの墓地なので全く関係ないと。失礼いたしました、すいませんそうかそうか、相手の墓地から取ると関係ないですね。さあまあこうなってくると、松本さんニコルボーラスを失ってしまいましたが、まあ、ただだらだらしてるだけで有利になっていくので、うん、影山さんライフが14ですかね、1点さっきライフルーズが入って、うん、スカラベの神の能力で、ここでイフニルの視界の能力を起動しましたね。そして、うん、さあどん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 ゾンビが増えて、増えてますね。いや、いつも思うんですけど、スカラメのカビ戦術もルーズもいらなかったですよねいや、いらんでしょうっていう。さあこれがせめてルーズはいらんくないと使ってていつも思います、まあ、2戦術そしてライフも減っていくと、影山さんこれで13か、さっき1点減ってたら12ですか、ね、うん、さあもう A さん大胆不敵に攻撃し始めました、ましたね。そうですね、あのフィルターランドを松本さんが使っているので、うん、ここでさらにロードを釣って、さあそしてマグマスプレーで相打ちですかね。ここまで来ると影山選手ちょっと厳しくなってきたかといった感じですが、ドローはどうでしょう。もういかに粘り強いといっても、もうスカラベシンの前ではさあここで影山選手投了で勝負は 1-1、 準々決勝3本目に入ります。お、津村さんすごいですよ、今調べたら、はい、そんな13恐怖症なんと
おいくらでしょう。ハレリア30円です。30円。これはチャンスなんではないでしょうか。あ、せっかくだったら13円にしてほしかったですけどね。そ13円。ちょっとね、あの波数が発生して買いづらいじゃないかと。リザーズもかなりこだわって作ってたんで、ちょっとそこはやっぱこだわりに尊重してほしかった、ね、130円、ね、130円、うん、ゼロが。さあ勝負は3本目、福山選手まずはボシャ破りからスタート。さあ松本さんもかなりいい手札、松本さんの手札しか見えてませんが、うん、松本さんはかなりバランスがいい、全体状況もあり単体状況もありで、まあ、単体状況いつ打とうかなって悩んでるところだと思いますが、うん、このマグマのしぶき心強いですよね。やはりそうですね。ただ追放状況ってのは貴重なんで、うん、無常な使者と、戦慄の放浪者両方とも追放できるんで、うん、使いどころは慎重にいかないと。さあここで戦場のたかり屋を捨てて、あ、失礼しました、クズ鉄章のたかり屋ですね。尊重生成すると さあここで先ほどつもさんも話していた無常な使者、そして2枚目の墓者破りも追加されてきましたが、やはりここにマグマのしぶき、とりあえずスタックでワンドローと、うん、このゾンビデッキを相手にした時の、はい、まあ、除去の優先順位なんてのあったりしますか。まあ、追放除去はやっぱり少し大事にしとかなきゃいけないんですけど、うん、あのリリアナ支配が出てきた時に一気に除去できるクリーチャー減っちゃうんで、うん、あんまり温存しすぎるのも問題があるんで、なるほど、うん、まあ、その辺はちょっと展開を加味しながら、うん、さあここで2枚目の無常な使者。ただこの展開は苦しいですね。無常な使者はとにかく強いんで、コントロールからすると、うん、全体状況も効かなくなってしまうようなカードなので、うん、さらにおしゃべり能力で手札を補充していく影山選手ですが、この展開はかなり松本選手厳しい。そうですね、現状ちょっと厳しいですね、うん、このままマナを起こした状態でドロードロードローと続けられるだけで息切れすることもないですし、いつか仕掛けられてしまうので、うん、まあ、A さんとしては無常な使者をまずは何とかしたい、うん、おっとワイルドなやつが、これはさあこの隙にトークンを出しておいて、うん、トークンを出すのにスタックでゾンビが死んでも死なないように、うんうんうん、ゾンビを出すのにスタックで1体殺されちゃうとゾンビが2匹になってドローできなくなっちゃうんで、さあそしておいでなすったワイルドな、うん、先ほど勝負を決めたスカラベの神、ここでキャストしてきました。今の無常な使者がいるんで、ちょっとただの全体状況はちょっと聞きづらい状態なんで、 A さんとしてはこういうカードで揺さぶりをかけつつ、まあわよくばこの盤面が掌握できれば理想的ですが、まあ、この状態先ほどと一緒でちょっと影山さんもやっぱり待ってるだけじゃ辛くなってしまうので、うん、影山さんが無理して動くようなことがあったら全体状況の効果的なタイミングも作れるので、いやスカラベの神は本当にすごいです。赤タン以外においては本当に最高のフィニッシャーじゃないかなと思うぐらい、うん、ただ赤タンには残念ながらさすがに弱い、うん、さあここで破滅の時を精神配信で抜いた、さあこうなると松本さん取ってしかないので、うん、影山さんもなんとか、うん、早く攻め込みたいですがロードがあると最適そうですが、うん、さあまずは盤面を、うん、さあ1-2を起動しようとしたんですが手札が残念ながら2枚あったので、
まあ、タカリアはもうこのままダラダラしててもしょうがないですし、スカラベでまあ対象に取られた時にいずれ起動すると見越して今のうちに起動したんだと思いますが、うん、まあ、墓地にクリーチャーは置かないで済むなら置かない方がいいとは思いますけどね。どうせちょっとマナは、無常な死者もいるんでできるだけ温存しておきたいので。なるほど、これがブロックされると、墓地の 2-1 を戻しつつ墓地のクリーチャー空にできる、そのためのアタックですかね。ブロックされた時に死んで能力が誘発して、戦慄の放浪者を手場に戻しつつ、さあそして墓地のクリーチャーこれで空にしました。まあ、スカラベの能力を極力生かさないように、うん、もう1体でもリアニメートさせずにこのままゲームを進めさせようと。そうですね、ただ今のターン実際マナが空になっているように結構マナがタイトっちゃタイトなんですよね、うん、なのでまあ使えるうちにマナが余ってるうちにマナを有効活用したんだと思います。今のターンは墓地にたかり上がったとしたらもうマナを使い切れない状態が続きますし、そういうのを嫌って動けるときに動いたんだと思います。さあ5マナということは A さんはかなりきついですね。全体軸引かないと絶対に巻き返せないぐらい戦線が拡大しているので。さあここでリリアの視界ですが、おっと、先ほど許可を引き込んでいた。そうですね、チャンドラか、破滅の時か、あれでも大丈夫ですね。スウェルタリングサンズ3マナ3点オールでも、3マナ3点だと、打った後にスカラベの能力も使えるんで無常な死者の回収も許さない状態にできるので、とりあえず全体塾だったらまあ何でも、今はマナも少ないですし。さあ残る全体塾がデッキに4枚ぐらいですかね、うん、今1枚破滅の時が、精神配信で追放されたんで残りが4枚、残りが3枚かな、4枚、チャンドラ入れて4枚ですね。お、アタックに行きましたね。ここでスカラベの神でアタック。今現状松本さんとしてはクリーチャーがいないんで、うん、このままダラダラしてると影山さんだけ毎ターン3ドロー、 A さんはボーっとしてるだけになるんで、うん、でここは A さんとしてはだから何としてでもクリーチャーを墓地に落としたいんですよね、うんうんうん、で影山さんは中途半端に殴るとミシュラで1体死んじゃってスカラベが動き始めるんで、うん、中途半端には殴れない状態なので、うんうんうん、A さん強気にアタック。なるほど。まあ、実際今トークン1体打ち取ってますし5点本体でも全然いいですし、うん、A さんとしては何も損せず、これで影山さんが殴れなかったらもうこれからずっと継続して殴って A さんがただ殴り続ける状態になるんで、ただ影山さんにはドローが毎回3枚が約束されてる状態なので、やっぱり状態としては基本 A さんが厳しい、うん、全熟だったら先に打ってそうな気もしますけどね。単純にそのもう相手がアタックもできないっていうのを考慮して単に殴っただけだと思います、うんうん、そうですね、1枚除去引いて墓地にクリーチャー落とせればスカラベの戦術も始まって、うんうん、盤面が大きく動くんですけど、影山さんはロード系ですかね。ゾンビをプラス1して殴りやすくなれば、ここで影山選手アタック。
で守られた力ドラゴン2体目を追加して守りに行くと。ミッシュラをどうするかですね。タカリア殺すか、まあ、タカリアちょっと通るとしては最低のクリーチャーなので、うん、ブロックに参加できないので、うん、さあそして、うん、誘発してとりあえずドローができる体勢にはなりそうです、うんうんうん、今エネルギーは多分2つなのでこれで4つになりますね、うん、さあまあ無常な使者をブロックしたということはまあ何もしないんですかね、うん、パンプとか特にせずに、そうですね、ちょっと相手の影山さんのに比べると効率は悪いですが、うん、さあ何も起こらずに霊気泥棒に3点14のミシュラに2点が入った状態で戦闘が終わりました、うんうん、今んとこちょっと影山さんが有利かなと思います。ドローがやっぱり毎ターン3枚とかできてるんで、それはもちろん状況を打開するのは影山さんの方が普通に考えると早いんですが、そうですね、あのゴマナはイフニルを起動に見えますが、まあ、ミシェルランドは墓地に落ちてもスカラベで釣ったりとかできないんで、ただ単に得するアクション、うん、そこで霊気泥棒にイフニル丸か、さあ使ってワンドロー、お松本さんまさか引いたのでは、あれをちらっと見えた気はしますが、まあ、ちょっと今は3マナ起きてるんで無常な使者がアクティブなので、うん、いつ使うかっていうのは問題になりそうですけど、さあそしてさあアップキープに釣るかどうか、うん、まあ、今エネルギーが1個だけあるんで、まあこのターンに手札はチャンドラだとしても出さないと決めてるんだったらもう釣っちゃった方が良さそうですよね、うん、いい勝負ですね、うん、いい勝負ですけど手札もし松本さんがチャンドラを引いてるとしたら引いてますね、チャンドラと何かもう1枚もスペルでした、まあただいつ使うか結構難しそうです、うん、まあ、ただ今適当に X2 で起動してもかなり松本さんが有利になりそうな状況に見えますが、うん、やはりスカラベとさあ X2 ですかね、さあとりあえずスタックでワンドロー、うん、さあこれで待望のクリーチャーがたくさん落ちている状態になると、さあクリーチャーをどう助けるか、無常な使者がどっかに、うん、ゾンビトークンと間違えてさあ今現在無常な使者が誘発して、タカリアもあるんで、うん、このターンどう処理していくかと、さあ手札に無常な使者を戻しつつ戦場に墓所破りを戻しました、うん、さあこれでチャンドラが死ぬこともないので A さんは安心してアタック残りが8、うん、
さあ次からチャンドラの、エレメンタルトークも芝居てくるんで一気に傾けましたね。なるほど。この攻めに回った時も早いですね。スカラベが5-5、そして、まあ、ミシュラ土地も一応あると。スカラベ、まあ、トークン1体釣るだけでも黒く10点なんで、あのカード本当にすごいです。まあ、今ちょっと黒マナが1個しか出ないのが懸念材料ですけど、影山さんの残りライフ的にもう気になることもないでしょう。さあこいつはでかい。しかし3本の巨人かキャスト4-4、ボーナス2枚入ってるみたいです。さあしかしスカラベの前ではちょっとあいつでも、あいつといえど、松本さんはもうチャンダラもう1回2で使えるのは頼もしいですね。今線路の巨人で広げられてもパッと見このターン広げるだけ広げた場合X2 でチャンドラで流してスカラベとミシラがしばくと線路の巨人だけ残ってる状態でブロックしなきゃいけなくなるんで、さあチャンドラがまあ睨みを利かせてるのもあってどこまで展開するか。墓地にタカリヤもあって無常の死者もまたあるんで、できるだけマナを起こした状態でエンドしたいんですが、あんまり悠長にしてると普通に盤面で勝てないんで、手札次第ですけどまだ勝ってはいないと思いますね。さあ意を消してもう一匹追加しました、うん、うわまた全体除去、ね、これはバリ7マナあると相当えぐいですね、3マナ3点オールを打ってチャンドラでマイナス1して、うん、スカラベの軌道をマナを温存しながら、これは相当きついですね。マイナス1して専門の巨人も葬ってもいいですし、もう無常な死者 もう使う意味がほとんどないんで、今無常な死者で戦場に戻せるのは墓所破りだけなんですけど、仮に帰ってきたとしてもチャンドラのマイナス1で巨人と一緒に流れてしまうので返す意味がないと。でも仮に何もしなかったとしたらチャンドラのトークンとスカラベで殴られて、しぶしぶスカラベブロックしてと、いずれにせよちょっと厳しいですね。今津村ゲージは9-1ぐらいですね。ここは津村ゲージさあドローに望みをつなぎますが、さあ今無常な死者が誘発しているところですかね、対象を決めてくださいと、まあ、対象も墓所破りとしかないので、さあさあこれだとマイナス1して両方葬って5点アタック、で残りが2で、盤面にミシュラ、チャンドラ、スカラベの神、能力も起動できるっていう状態で盤石だと思います。さあここで影山選手がドロー、もうこれはリディアン試合絡みでも不可能に見えますね。かなり追い込まれてる。ミサモの巨人、これはでかくなりそうですが、
まあ、A さんとしてはもう、うん、クリーチャーの数が重要なので100、100が2体いようが5体ぐらいクリーチャー出さないと死んじゃうんで、うん、そうですね、もうあ黒マナがたら1個しかないかもしれないです。霊気拠点が1回しか使えないんで、ただエンドに釣ってミシュラも行ってチャンドラも行くと、1、2、3、4、5体、パワー2以上が5体いるんで、その5体すべてを防ぎきれないと影山さんの敗北になります、ね、うん、さあここで影山選手が投了ということで、準決勝に見事進出したのは松本勇樹選手でした。おめでとうございます。